ございます。おはよう、おはよう、おはようございます。日月火水、はい、あっという間に4日目。あっという間に4日目、早いね、とっても早いね。おはよう。おはおはおはよう。おはよう。朝早いよね。早いよね。昨日ね、寝る前ちゃんとご飯食べた。きゅうりとおはぎと、きゅうりとおはぎとヨーグルト食べました。はい、きゅうりとおはぎとヨーグルトが昨日の夜ご飯です。伊藤さんの。クルミンとのエピソード何かありますか。去年の生誕祭でも、え、めっちゃ急、めっちゃ急、めっちゃ急。すごい、なんかすごい取材みたいな質問急に。一応答えとくね。そうだね、あ、でも昨日会ったばっかりです。昨日クロコちゃんがあの K2 のシンポジオを一生懸命覚えてました。なので軽く声をかけましたぐらい。斬新な組み合わせ。クロコとミキ？そう、全然そんなことないよ。ミキはそう思っている、いるけど、どうなんだろう。そうなんかな。早くね、もう前髪切りたいんだよね。長すぎ。前髪長すぎ問題。いやー、それクロコちゃんアンダー3つも出てるの本当にすごい。自分なんてね、研究生の時1個しか出てなかったんだから、もう大尊敬だよ。あ、食べ物のことか。斬新な組み合わせ、確かに。きゅうりとね、きなこと、きなこ、あのおはぎの、え、おはぎ、きのこ、あ、違う違う違う、流された、ギフトに流された、ギフトありがとう。きなこの方もさ、おはぎだよね。あれ、つぶつぶのあんこだけがおはぎじゃないよね。大丈夫だよね。確かにそういうことか。確かに確かに。自分たちが研究生の時ね、12人公演でね、アンダーにそもそも呼ばれなかった。人が足りてて、そう、呼ばれなかった。そう、確かにそんなこともあったね。そうだそうだ、足りないってことがなかったもんね。4人いないってなかなかじゃないね。4人いないってなかなかだよね。こんだけ切りたい、前髪こんだけ切りたい、もう眉毛見えちゃってもいい、こんだけ切りたい。確かにね、自分たちの時だって公演すらもできなかったぐらいの状況だったもんね。そう思うとだいぶ変わったね、あの時から。変わったね、世の中がいい方向へ変わりました。嬉しいです。ミキティはパッツンも似合いそうですね。パッツンがいいのよ。伊藤さんパッツンがいいんだよ。そう、自分たちの劇場デビューなんて配信限定だったんよ。超笑っても目の前に誰もいない。そう、だからみんな見てるかな、みんな見ててねっていう気持ちでずっとやってた。
からね、あの時なんだ、声出しミキね、本当に自分が研究生の時は声出しもう一生ないと思ってたし、握手会も一生ないと思ってたから、本当に奇跡だと思ってる。だから本当に10期って誰よりも感謝してると思う。その公演ができるありがたみとか、握手会ができるありがたみとか、きっと入った時期的にも本当にすごいことって分かってるから、うちらのそのスタートがみんながいないことが常識だったから、それが普通だったから、一つ一つのことにね、やっぱすごい感動が大きいわけよ。何してもやっぱね、ライブ出て人がいることにも毎回びっくりしちゃうぐらいだし、そう、生誕でミキちゃんコールもう初めてだよね多分。二人で過ごそうクリスマス。最近さ、もうすでにクリスマスの曲いっぱい聴くようになったミキって、もうだいぶ早とちっちゃってると思わない？イクラブさんのさ、クリスマスの曲めっちゃ聴いちゃうの、超早とちってるよね。自分でもね分かってるんだけどね。ねえ、生誕であんなどでかいミキちゃんコールを聞いたのは初めてや。嬉しかった。あ、そっか、クリスマスの前にハロウィンやるんか。確かに今日ね、髪の毛の毛髪の毛の治安がめちゃめちゃよろしくて、わかります、このサラサラ具合異常なんだよ。サラン、今すぐにでも髪の毛だけ出張に出たい、 CM に。顔はちょっと無理だから、あの顔だけ、あ、見てた、髪だけ、髪の毛の出張に出たい。見て、わかる、このえ、だってすごくない？朝起きたてのこのツヤツヤ加減、ほら、髪の CM 待ってます。顔だけすごくない？だってみんなわかるでしょ、この顔で寝起きなんだなっていう、伊藤さんの。それでこの髪の毛のトゥヤントゥヤン時代、あ、時代は時代じゃないね、これ、ちょっとちょっと、これ CM 作ってCM 呼んで、髪の毛だけ出張に出さして、えぐない？ほら、これ波で来てる、波が、なんだっけ、お、ツーショット回1枚だけ買いましたが、伊藤さん、大谷めっちゃ喜んでもらいました。お、じゃあ次は1枚じゃなくて2枚に昇格できるように伊藤さん頑張ります。まずはその1枚を全力で楽しみましょうね。ほら、もうでもちゃんとケアしてるんかな。でミキの予想ね、自分の予想は多分髪の毛染めてないっていうことが一番大きいと思うんだよね。多分染め出したらもうこんなんできない、あ、痛い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 、バシバシバシみたいな感じ。そう、あんまね髪の毛をケアしてるイメージはなくて、自分の中で自分の髪の毛の頑張り具合はまず普通に夜のシャンプーリンス、あ、トリートメントしてないですそう、トリートメントしてなくて、けど公演の前日、まあ今日ですね、今日っていうか、まあ今日というか、まあ、昨日なんですけど、今日に向けて、ね、今日劇場公演があるので、今日に向けて、前日は、公演がある前日はいつもなんかつけてるなんか流さないトリートメントみたいな、あれトリートメントなんかな、わかんない、なんかオイルをつけて寝てます。やっぱ公演とかそういうコンサートとかそういう人に、ライブ系やっぱ髪の毛も振りの一部ですからやっぱ髪の毛が綺麗に見えてる、受け振りも綺麗に見えたりするので、パフォーマンスもね、もうめっちゃ綺麗じゃん髪の毛。そうだから今日は特に髪の毛の治安がよろしいです。結構ルーティンかな、自分の中で。その公演とかライブ前の日は、あの
髪の毛に髪の毛きれいにする。さすがに髪の毛長すぎ、あ、前髪か。あとパック、顔パックは気分かな。偶然機能した偶然機能したからいい感じに、なんか公演前日に気合入ったみたいな感じになる。そっか、ハロウィンがあるんだね。そっかそっか、ハロウィンがあったわ、その前に。お、お仕事行ってきます、だって。応援してますます。わーいとわーいと、おはよう、今日も笑顔で元気でございます。今日の夜あたりに週末のトーク会のグループトークとかも、え、待って、グループトークあんの？ミキ多分グループトークしたらもう倒れちゃうかも。嘘、グループトークある？最近グループトークなかったくない？からミキ、ミクルにさ、グループトークあると思うって聞かれたから、ない、ないと思うって言っちゃった。最近ないし、結構みんなカツカツじゃないと思って、スケジュール、みんなスケジュールカツカツじゃない？そんなことない？結構みんな部数カツカツでやってるイメージなんだけど、そんなことない？腕相撲見てて怪我するかと腹話しました。大丈夫です、怪我してないです。え、台風来てんの？だからなんか雨、なんかニュース見たら雨マークしかなかった、びっくりした、すごく嫌。せっかくね、幕張行けるのに、遠征みたいなとこあんのに、雨やだ雨やだ。雨やだよ。そう、ミキちゃん、ありがたいことにね、部数が増えたんです、今回のシングルから。発売前の予約の時点で部数が増えてて、もしかしたらやっぱ間違えたみたいな感じで、なんだっけ、発売の時にはもしかしたら部数戻るかなと思ったけど、無事戻ることなく大丈夫でした。今日雨すごいの？うん、初見さん、おはようございます。朝から可愛いだって、朝から優しい目してるね、ありがとう。水曜日か金曜日に出したいからな、ミキ、あのみんなとこれだけ話すお話があるんだよっていう内容を金曜日には出したいから。前髪が長すぎるけど、どうしていいか分かんなくて困っている。だから木曜日ぐらいにはまとめておこうかな、ブログにも書きたいし。てかね、サマーツアーのさ、ブログさ載っけたいのにさ、なんかやること多すぎてブログが書けなくてつらい。今週末にミキちゃんデビューするので、台風で中止になったら、台風で中止になったら泣きます。え、ミキちゃんデビューしてくれるの嬉しい、万歳。じゃあ楽しみに待ってます。
え、台風でさ東海なくなるとかある？あるか、そりゃやだ嫌じゃない？だってその日までにみんな頑張ってきてさ、で伊藤さんも楽しみに生きてきてるわけじゃん、その日を。嫌じゃない？あ、月見バーガー今日なんだ。おー、今日なんだ。なんかあれだね、9月6日とかじゃない9月6日なんだ。ロックだね ロックは6月6日か。二人ですが、お、毎日アイドルだ3日毎日アイドルします。3日間。東海なくなる、延期あるの？待って、無理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 です、無理ですえ、本当にやだ、無理無理無理。台風やめよう台風やめよう、東海やめるんじゃなくて台風やめよう。嫌じゃない？みほすごく嫌嫌だ嫌だ。あ、今日の公演参加します、SK48 劇場で待ってます。今日はクロコちゃんの生誕祭です。生誕祭は2回目かな、きっと。ジュイキちゃんはミキの記憶では2回目だぞ。最近は公共交通機関早めに止まったりするからね。いや、それはしょうがないと思うの。だって自分たちのさ安全のことを考えてだよ、きっと止めてくれてるじゃん。だから交通機関に文句は言わない。台風には文句言う台風はちょっとどうにかして消えてくれんか遅くなるって言ったら、遅くなるって言ったらいつか来るのは嫌だから、なくなってしまえばいい。昔関東会場メンバーがたどり着けないこともありました。ガチですか。あ、そうなの？一回もやってないジュキちゃんいるの？生誕、2回の子と1回の子がいるんだ。それは結構悲しいかも悲しいかもな。そう、めっちゃ寝起き感あるよね、顔も髪の毛もそうなんですよ。でもみんなびっくりすると思う、公演の時にはもうバチバチのメイクで出るから、別人のような人が出てくるよ。ちゃんちゃちゃんちゃんつって、多分一発でミキを見つけられないと思うあ、ハートいっぱいありがとうね、嬉しいです、ありがとう。もう同じ人とは思えないあのキラキラ感で出てきます一瞬ですが朝から糸目決められたので仕事めっちゃ頑張ってきます。お、いいね、いい心意気、めっちゃ応援してる。おはようって、ぽちゃっこ、ぽちゃっこだよね、ぽちゃっこぽちゃっこ。最近ねピューロランドまた行きたいなって思ってくるなんかねピューロランドのあの空間がなんか素敵なんだよね。ああ、そういうことか、去年の誕生日来る前に劇場デビューしてたら生誕できてるんだ、なんかご褒美みたいだねスタバの新作飲んでないです。芋だよね、気になってはいるけど最近フラペチーノ自体飲んでない、全く。公園行くの1週間ぶりなだけで久しぶりに感じちゃう。わかる、ミキってウィーアーいつぶり、ウィアいつぶり、ウィアいつぶり、ウィア久しぶりだと思ってるんだけど、いつぶりだったりするいつぶりだったりする、いつぶりなんだ。ピューロランドの意外な広さに驚きました。なんかねピューロさ
着いたらなんか3階か2階かなんかでびっくりした。ちょっと待って、ここ1階じゃないみたいな。わかる、ピエロ最寄りから可愛いよね。なんかああやってさ、駅からさ、なんかピューロ感漂わしてくんの大好き。テンション上がる。いいな、キャラクターに会ってないんだよね、この前行った時。キャラクターに会いに行くのいいな。ゼップツアーで10期11期以外がやる渚のイメージが申請した。わかる、わかるわかる。でも折り面誰一人やってないのがちょっと折り面誰一人やってんのがなんでだろうってなったけど、謎でしたね。8月19なんだ。あ、割と最近、なんか1ヶ月2ヶ月3ヶ月以上空いてる感じするもん。そう、キャラクターに会えてないんだ、ピューロで。もうどこのお店も月見が始まっているんだね。いいね。みおたんのさ、ショールーム見てる方は同じ話しちゃうかもしれないんだけど、あのね、月見バーガーを見るとですね、あの自分がコロナだった時のことすごく思い出すんですね。なんかコロナになって初めての外食が月見バーガーだったの。その時のあの外食の喜びね、忘れられなくて。だから月見バーガー見るとすごい思い出す。みおたんと食べた。しかもなんか初めてのお店。なんかめっちゃ髪の毛ついてる感じするんだけど。あ、ついてたわ。そうだからね、やっぱずっと監禁されてた中での久しぶりの外食で、久しぶりの人との出会いで、やっぱあれは感動の月見バーガーだったね。でいつもは月見バーガーだけなのに、なんか月見パイとか頼んじゃったりして、久しぶりにめっちゃ食べたね。しかも普段お店行かないお店とか行っちゃったりして、すごいなんか思い出深いです。席も覚えてるし。相当思い出深かったんだろうね。今日は8時20分ぐらいには配信終わろうと思います。そう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 、9時20分です。9時20分です。今日の朝はお味噌汁でした。最近ね、あのわかる、あのコーンスープ、クマ、クマみたいなコーンスープわかる、クマみたいな、クマみたいなコーンスープ、伝われ、クマみたいなコーンスープ、黄色い、黄色か茶色の箱のクマみたいなコーンスープ。あ、なんだっけ、あ、朝クマ、朝クマ、朝クマ、そう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 、天才いました。そう、朝熊、朝熊っていうコーンスープがあるんだけど、あれが大好きなの。飲んだことない方いたら飲んでみて、感動するよ。これがコーンスープやってなる。本当に朝熊のコーンスープは美味しくてですね、最高なんです。飲んだことない方は飲みましょう。めっちゃ美味しいので。あ、でみんなスプーンで飲もうね。やっぱりスプーンで飲むことでより、スプーンで飲むことにより美味しいので、スプーンで飲みましょう。え、
東海の方しか知らないの浅熊。そうなの、学生ハンバーグ。あ、そうなの、ミキごめんね、浅熊知らなくていまいち浅熊のコーンスープのあの箱しか知らないから。そう、あの浅熊がステーキ屋さんなのもちょっとあんまりいまいち分かってないんですけど、浅熊に自分が行ったことあるかもいまいち分からないんですけど、とにかくあの浅熊の箱のコーンスープが美味しいってことは確かなので、ぜひ飲んでみてください。浅熊のそのコーンスープをお店で飲んだこともあるかもわからないぐらい、あのすごい浅い知識なんですけど、あの箱で売ってる、どこで売ってるかもわからないです。あのお店だけに売ってるのか、市販で売ってるのかも何もわからないですけど、浅熊の箱のコーンスープが美味しいので皆さんぜひ飲んでみてください。うん、名古屋人が愛してやまない味って書いてあるんだって。だからか、だからミキも愛してるんだ、名古屋人だもん。ぜひ浅熊コーンスープ箱買いしましょう東海と関東にあるらしいよ。あ、スーパーで見かけたことあるんだって。じゃあスーパーにもあるっぽい、みんな探してみて適当知識ないからめっちゃ適当。ミッション効果で浅草、浅草は違うね、浅草はだいぶ違うね、ごめんね。浅熊混雑だが、しかし浅熊は多分行ったことないんですね、自分。おそらく、おそらくですけどね。でもね、最近浅草と築地にめっちゃ行きたい。まあ多分大須にも行きたいが、食べ歩きがしたいってことなんでしょうね、おそらく。でも最近の大須ってさ、なんか新しくなりすぎて、ミキも食べ歩きっていうイメージないんだけど、どうもうなんか綺麗なお店めっちゃ増えてて、大須知らん間にね。なんかもう食べ歩きっていうか、綺麗なお店の並びっていうイメージ。爽やかも行きたい。この前さ、ショールームで話した時にさ、なんだっけ、車なくても行けるっていう情報を手に入れたので、ミオタンかリカか忘れたけど伝えたので、行けるらしいよ。二人に言ったかな、一気に。だから行こうぜって誘った。でも最近あれなんですよ、なんだっけ、え、築地朝早いの？え、朝早くしか空いてないってこと？なんだっけ？あ、そう、青木さん岐阜に行きたくて、すごい。青木さんすっごい岐阜に行きたいんです、今。多分全人類の中で結構トップ3には入るんじゃないかってレベルで、青木さんすっごい浅草、間違えた。岐阜に行きたいんです、あの人。すごいよ、リガの岐阜熱。ずっと、結構それに長い。でうちらも、あ、理科の熱には負けるけど、まあわりかし行きたいので、岐阜美味しいものがいっぱいあるので。そう、行きたいなと思ってますそう、青木理科さん、青木理科さんがすごい。え、何、岐阜のお酒とかあんの？わかんない、理科が何を特に食べたくて岐阜に行きたいって言ってるかわかんないけど。え、そう、ギフちゃんめっちゃ出たいギフちゃんめっちゃ行きたい。そしたらお仕事のついでにギフも行けちゃうってラッキーじゃない。ギフちゃんにも出演できて、ギフにも行けてって最高じゃん。だからギフちゃん行きたい。多分リカは美味しい食べ物を食べに岐阜に行きたいんだと思っておる。
あ、ハートいっぱいありがとう。岐阜は、あ、飛騨牛とかかな。飛騨牛とかは食べたいんかな、リカは。多分そう、多分いろいろ食べたいんだと思うけど、多分飛騨牛が特に食べたいんだと思われる。青木さんはおそらく。伊藤さんも飛騨牛が食べたいです。あと、キッチンカーじゃないよ、あれはサービスエリア。サービスエリアね、サービスエリアの飛騨牛コロッケが食べたい。大好き、本当にサービスエリアのコロッケ大好きなんですよね。売ってるとこと売ってないところがあるから、すごく残念な気持ちになる時もあるんですけど、サービスエリアのコロッケが大好きです。明日ってミキ何してる？あ、明日ケイツ公演か。けど、けどだね。明日は夜配信になるかな。明日また午前予定があるので、公演の前に予定があるんですいたので夜配信になると思います。はい、とみきさん髪を染める予定はないけど気持ちはありますもうね、結構髪の毛見るたんびに、あ、茶色にしたいなーっていう気持ちはすごくあるんですけど。あ、FC 岐阜めっちゃ行きたい。こんなに行きたいっていう気持ちがあるのになんで行けないのって思えてるぐらいめっちゃ行きたいですはい、香料の冷やしたぬきそばも多少有名です。初めて聞いたかも。そう、今日はくるこちゃんの生誕祭で、明日はあやさんの生誕祭、生誕祭 2days でございます。あ、さらしらね。待って、さらしらってなんか聞いたことある。さらしなってなんか聞いたことあるわ。さらしなってさ、他になんか言葉ない？さらしな、さら、生きしなと混ざってるかな、忘れた忘れた。さらしなか生きしなと混ざってるかな、なんかすごい耳覚え、聞き覚えがあるけど。おはよう、おはおはおはよう。さらしな日記、え、合ってる？さらしな日記だ。来週髪切りに行くんだけど、髪色悩み中です。お、髪色にもご注目ですね。高山ラーメン美味しそう。ラーメン食べてないな。なんかコーンが乗ってるラーメン食べたい。なんかもやしじゃなくてコーンが乗ってるラーメンが食べたい。冷やしたぬきそば聞いたことないな。どんな感じ？二人で過ごそうクリスマス。そろそろ仕事に戻る方が増えてきましたね。みんなファイツです。味噌バターコーンラーメン美味しそう。コーンバターラーメン美味しそう。おはおはおはよう。味噌ラーメン食べたかったな、札幌で。やっぱここら辺で食べる味噌ラーメンじゃなくて、札幌で食べる味噌ラーメンに意味があるのでやっぱ結構環境とか大事にするタイプなので、雰囲気とかね、やっぱ食べたかったですね。
問いつつラーメンは豚骨派です。ラーメンは豚骨派です。はい、けどまあ割と美味しいものはいっぱい食べれたので。めっちゃ片言急に。美味しいものは結構食べれたので北海道で、そんな悔いはないんですけど、強いて言うなら味噌ラーメン食べたかったなっていうぐらい。夏サラシラ日記はそれね、ミキ読めなくて、漢字覚えられないから好評めって覚えてた。そう、好評めって覚えてた。空港にラーメンあった。今日の声の髪型は決まってます。あ、そう、セイコーマートも行けなかったんだよね。セイコーマート、セイコーマート忘れちゃった。初見さんもおはようございます。おはよう、おはよう、おはよう、おはよう。もうね、昨日の時点でね、今日の髪型は決まったんだ。あ、決めてたんだ。そう、ラーメン道場みたいなところがあんの空港に。おい、ミキねわさび苦手なんだ。今夜関西から行くけど天気が心配。公園、今日のウィーヤー関西から来てくれるの？ありがとう、嬉しい。え、雷鳴り始めた？ちょっと待って、まあ、割と愛知から遠いけどそんなに近くはないけど、地理的に関係ではガチ怖いよ。それはちょっとなんとしてでも台風消滅希望。力強い希望。東京は曇りのチャリなんだ。やっぱ全然違うね。日本って広いね。新千歳の3階は北海道っぽい食べ物いっぱいあって、おい、なんかあんま貝気にせずに生きてたわ。雨降るのね。え、どう思う？大きい傘持ってった方がいいと思う？ミキさん、家出る時に雨降ってないきゃさ、あんま大きい傘持っていこうと思わないのね。だから日傘とその傘のツーウェイみたいなちっちゃい持ち運びのやつを持ってってるんだけど、え、大きい傘持ってった方がいいと思う？どう思う、どう思う？名古屋住民さん教えて。ちょっとくらいの雨なら俺は傘なんて差さないで。あ、ミキ差すタイプ。ミキ差すタイプなんだ。え、新千歳空港で白い恋人のアイス食べた。待って、知らない。それは白い恋人のアイスなんて激アツじゃん。めっちゃ食べたいんですけど、もう遅いけど。じゃ、今降ってなかったらちっちゃい傘で行こうかな。ちっちゃい傘はずっと持ってるからいいんだけど、まあ今降ってなかったら小さい傘でどうにかします。では本日のショールームウィーク4日目の配信はこれにて終了したいと思います。ありがとうございました。白い恋人パークみたいなのがあるんだ。お城で面白い。いいな。大を小を兼ねる。あ、なんかそんな言葉あったね。なんか懐かしい。懐かしい。ありがとう、みんな朝から見てくれてありがとうね。ということで次は18時ぐらいかな。18時半とか。
か18時とかぐらいの劇場公演でクロコちゃんの生誕祭で会いましょう。ではまた明日ね。明日は夜配信だと思われます。バイビー、またね、また後でね、バイビー。18時開演です。バイビー、またね。